それに関してはマジでもう何もコーチングせず、勝手に楽しんでもらって。いや、俺は本気でやるね、コーチング。だる。FM 娘も俺、作戦考えてたもん。惜しかったんだよな。前回3位まで行ったんだけど。前回なんか、久我さんがスタート位置で全然立たなくて、全体チャットで怒られてた。うん、名指しで、スタート位置に立ってくださいっつって、久我さん。名指しで怒られた。小学校の時とかにいた悪ガキじゃん。うん、名指しで怒られることあるんだよ。あ、てかさ、あれ知ってる？アッシュのスパレでつけたら足音バカでかくなるっていう。何それ？足音5倍ぐらいになるんだよ。へぇー。アッシュのスパレジをつけるだけで超ペイトゥールーズ。また新たなバフは？え、そうだよ、あれ、うん、しゃがんで歩いてんのに奥さんのジャンパーぐらい乗ってたんだよ、あれ。100メートル先からでも足音聞こえるらしい。え、そうそうそう、じゃあ本当にでかいんだよ。あれじゃない？なんかめっちゃ足音でかいやつやったらもう耳破壊できんじゃね？なんかジャンパーとかストリーフしまくったらもうクソ足音なんじゃない？こてかあれじゃないあの建物の上下だったら相手パニックになるんじゃない？どこだってなる。どこだ、これそれで足音消せるじゃん相手。俺足音消せるの。アッシュやってうろうろしとこうかな。新しい分層の仕方が出てるかもしれないけど。ちょっと待って、今紫山っぽいの見たからそっち任せた。うわー、フェニキだった、騙された。フェニキでーす。やられた、マジで。リンシャさんに紫山、紫バッグ騙された、マジで。あ、ジャンマスやったからね、ジャンマス代ということで。よくないと思うんだよな、騙すの人を。あ、違う、違う、待って、いやー、追いかけてくんだ、これ。どうやった？もし発生してもしまった。ちゅうつぅー、強すぎ、笑ったー。皆様にいいジップ叩きました、これ。あ、うわうわ、ゴミジップすぎる。いや、いいジップだったわ。もう使うなよ、お前。絶対使うなよ。リンター歩いてってね。違うんだって、なんかこの屋上から焚いてると勘違いしちゃった。なんか、バグ。今、錯覚ね。うん。逃げた、逃げた。割ってる。肉40。はい。朝に牛乳飲むついでにシリアル食べる習慣にしようかなって。アメリカの朝やん。身長伸ばす？ここに来て。ここに来て今頃？伸びしろじゃん。天ぷら、なんかあれ美味しいよな、なんだっけ。トラみたいなやつ、ついてるやつ。トラのパッケージ。ああ、わかるよ。あ、でもあれフルグラ出てなくない？あ、フルグラではないけどな、シリアル系か。なんだっけあれ。なんだっけ、忘れちゃった。フコアなら覚えてんだけどな。チョコワくん。チョコワでいいよ、チョコワで。プログラバカみたいに太る。そうなの、うん、あれ、糖質すごいからな。そうなんだ。味がもう砂糖、ま。確かに。健康になるかと思って僕食べてたけど。まあ、栄養取りんじゃね、まあ、その分ってことか。もう暇すぎたんだよな、今日。朝早く起きすぎて。なんで？暇すぎてなんか方言の動画見てたわ。青森のなんかインタビューされてる人の方言の動画見てた。暇すぎて。なんて言ったか、マジわかんないやつ。あ、全員道が失勢よみたいな。それね。ガチで、なまりつぶって。むちゃくちゃ暇じゃん。マジで暇だった。何で盛り上がったの？青森のインタビューされてる人の方言があまりでもなまりすぎてめっちゃわかりづらいって動画見てた。青森の方言ってすごいん？いや、マジでやばい。すごいよ。ワンチャン暗号とかにも使えそうなレベルだな。そんな、いや、すごい、実際すごい。マジで独特なんだよな。なんでそんな早く起きたの？なんで起きたって言われても。ああ、その、早く起きすぎてってことか。その話のペダル聞いてなかったから俺。もう5秒で帰ってこれなかったから。本当に暗号で使ってたらしいわ。あ、そうなん、うん、らしい。青森県民の人ですらわからんらしいよ。なんか本当に一部の地域なんだもん。マジなんか原型ほとんどなかったもんな。津軽弁。ルガさん。2個あげれる？ずっと買って。あります。ない。きた、わかるよ、わかるよ、リンシャ君。めんどくさいもんね。待って、俺も落ちたい、たま。おい、暇になっちゃったね。おもんないって。待って、奥からベッチ、奥からベッチ。行ったは？一番奥。目なける、何も見よ俺。ウルカさんが楽しくなさそうだけど、この試合。僕らは別に楽しいよね、ユフラさん。俺らは楽しい。急な接敵して、巻いて、確かに。もくり見えねえってなって。もうねえ。3人いる。はぁ、あ、もうおもんねこれゲーム。1人やって刺さってる、刺さってる俺。見とく。うぅ、グレーやばい。もう何個のゲーム。
やべ、ちょっと食べたらもっとお腹すいた。何食べたの？粗挽きソーセージフランク、セブンイレブンのあの棚に入ってるやつ。昨日買って入れといて思ってたからチンして食べた。いやこれマジでセブンイレブンの種類やけど、ビッグポークフランクじゃなくて粗挽きソーセージを買うこと。わかんねえ。ポッチングしてる。大事だからマジで。これ一緒だねっていう人はまだね、素人やね。まだセブンイレブンの全てを理解してない。もう全て理解してるんだ。うん、あのソーセージだけ。ソーセージにはうるさいよ。ソーセージにはうるさいことも。それ以外は甘い。車線管理とかね。車線管理とかね。そういうことか。思いついたように言おうとしたら言われたわ、さっき。もう2人マジにし、2人。もう一人石です。3人石。何も見えん。え、何売るとこれ。人売るとか。掘らせや一人。うわあ、ピースキーパー強すぎ。1億無料耐数パーセントチートだよあれ。そんなに？だって。完全ハンマーのパスファインダーマスター16551フラトロワンマガ。でリンタンやった後さ、俺がピークショットしたらさ、もうこっち俺が出る前からキムチしてたもん。100億パーセント無料耐数。もう無料耐数億兆スーパー無料耐数。あとおかしくなっちゃった。あれがボールハックじゃなかったらもうチッチも YouTube も全部ボールハックじゃない。ボールハックじゃなくあってくれ。でも人間だってくれ。そうなってくると人間じゃない方がおもろいな。人間でやってくれ。いや、いやもうまずあのポジションから打ち返してくる時点でまず1下手くそでしょ。決め打ちでもう臭いでしょ。もうアウトです。うちにいますよ、取り手の神が。呼んだ？なんか気さくなやつだったわ。呼んだ？ちょっと忍者早くしてってマジで。今ガチャしてんだって。何で引っ張ってんだこいつマジで。長すぎるこれなんでも。おわ、違うゲームやねそれ。いやもう一回ガチャしたら多分出たな、タバちゃん。とらわりすぎ。ラス1。ガチャ好きすぎだろマジで。ガチャしに来てるわ。いらない方がいい。絶対やばい。もう一箱だけとか言って。もう一万。もう1万だけ。タレちゃんのルーレットの最初の方で赤が見えたら、うわこれあれだって全長だとか言って。やばい。俺調子がない。長すぎて入れない。パンチ。危ねえマジで。いやランページの F だって言われてたんだけどな。見たことないけど使ってるの。いや昔はちょっとブイブイ言わせたんだけど。そうなんだ。いろいろあって見る影もなく。いや見る影もなくじゃなくて違うんですよ。あの頃のイフナはもう、いやリターントゥイフナ。ちょっとね昔プレターチートの激闘をした際にやっぱ怪我して、そっからランペ使ってない。そうなんだ。倒したんだけどね。倒したけど、ユフナさんもまた痛手を負ったのか。そう、ランページを持つ時の肘がな、リコイルで、ちょっと吸収できんかった。なんかめんどくさいおじさんの話に付き合わされてる若者2人みたいになったね、これ。ね、この辺早く終わんねえかな。早く終わんねえかな、この自信。グラセフとかでチートをやってたけど楽しくなかった。あ、違うよチートって、あのグラセフはオフラインですよ皆さん。怖いね。違いますよ、今のオフラインの PSP のコマンドですよ。やってたんだユフナさんも。違いますよ皆さん。なんかあれデフォルトついてんでしょ。なんかあ、そうデフォルトでそもそもチートっていうのがある。なんかあれだよね、なんか戦車みたいな降ってくるよね。戦車、あ、そう戦車とか弾無限とか空飛んだり。マイクラのあれみたいな感じなんかな。あ、まあ近いよ、マイクラのあのクリエイティブみたいな感じ。あ、そうわーお。こいつ考えた。逃げ落としてる。許すよ、そんなの。許すな。うわ、絶対クロマ乗る。ちょっと突っ込んでた。バカな。やべえ、ちょっと待って。あんなん絶対やべえ、3人いる。そりゃそうでしょ。おい、それ俺の役目だって。ユフナさんと違って死なないとこがいいとこなんだよ。いや、今日のルカさんと死にかねん。ユフナ、ディフ誰立て直すの。さっき弾が終わってる。俺なんかガラス打っててチーターみたいになった、白黒で分かんなくて。さっき言ってたしね、チーズ使ってたぜみたいな。違う、エイタン
今来た人もいるかもしれないから昔シート使ってブイブイ言わせてたで。やばいやばい、誇張されすぎ、はしょりすぎでしょあまりにも。でも結構難しかったんだよなとも言ってた。違う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 、シートって言ったら俺だよ。あんま楽しくなかった言ってた言ってた、虚言虚言。やばすぎ、広島代表の顔してるじゃん。チーターだって努力してるって言ってた。言ってた言ってた言ってた。バケモンだろ、バケモンだろ、チーターでも努力してるわ。こんなん目の前に言われたら手出るよ多分。怖っ、手も出るんだ、チートも使うし。いや使ってない使ってない、チートも使うし、違う違う違う、手も出ます。最悪やんマジで。じゃあ俺がやるよ。ちょっと待って、一回パスやってよ。いいよ、俺クリックとやるわ。なんで、じゃあ俺これ何やってもいいの。まあ割とやりたいことある。もしかして無限に飛んでることセルドローンにグラップル引っ付けて。そんなことしないよ僕。いやいやいや、やろうよ本当に。それだと、それのつもりでクリプト。本当にそれ、え、それ俺その本当にそのつもりで。さっきクリップ見たんだよな俺。まさかとは思ったけど本当にそれ。何回さっきちょうどクリップ見てやりたくなった。これランパートじゃない。いや、ランパートはちょっと起動欲しいよ。まあじゃあ義務ですやろ。義務でもないけど、やりたそうだけどね。え、三船さんちょっとやりたかった。いきます。ギリギリでやった方がいいよね。うん。来た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 。あーちょっと跳ねすぎた跳ねすぎた。じゃあ次溜まったら言えるかもしれない。おいこれ俺暇すぎるって。これありえん上までいけるらしいぞ。とんでもない上までいけるらしい。これとんでもない暇だぞ俺。これで、ね、リンシャさん送って、うん、展開してもらって。いけるいけるいける。そう、あれ行こうよ。ターミナル側。ターミナル。うん。これ俺はでも進まなきゃ。リンシャンさんね、あれだ。くるくる回んなきゃいけないから。ね。おっと、みんな空を飛んでます。一回行こう、もう一回行こう、もう一回行こう。俺こうやって進んでいくからどんどん。オッケーオッケー。行きます。わーい。あ、むずい。縦になるとむずいな。横でぐるぐるしなきゃダメだけど。これでも金丸の方が楽そうだな、これだったら。なあどうだろう、逆だった。な、縦だと距離なんか真下になっちゃって切れるな。一回さ真上行こうよ。真上ってこと、普通に上に関係ないから。なんでお前なんで省かれてんだよ。俺もう参加させろよ。ちょっと待って、外した。縦になると切れがち。あ、縦になると切れるな。何このクリプト、サイヤ人、スーパーサイヤ人。そう、スーパーサイヤ人。やっべ、コラボなんかね、似てるけど。オマージュ、なんか他のスキンとかコラボっぽいスキンいっぱいあるしね。あ、リスペクトね。うん、リスペクト。あんま口開かないでほしい。いや、あのゲッチ案件狙ってるから。無理だよ。無理か無理か無理か。こんなこと3人揃ってランクしたとこで。ん、なんか壁つけてねとか言って逆 PR。 これやばい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 っつって。どういうことかな。多分台本に書いてあるよ、チートボールハック等の発言はしないようにお願いします。強いな。強い。この敵さすが強い。俺らでワード決めとくか。アイスパイナップル。アイスパイナップル。自然すぎるあまりにも。アイスパイナップルのコールでガンダッシュで引いてくるんでしょ、うん、ガンダッシュで引いてくる。いいね。変なキャラコンするのやめよ。キャラコンしてたんすか。いや、キャラコンっていうか玉よけで出てくるシーンとか。逆に俺が全部いらないよ。うん、もう全部やるわ。あんま屈伸しない。いいんだ。それでキャラコン、あんま考えてないな。ってキャラコンできたっけ。雰囲気キャラコンいけるよ。エンジョイ、エンジョイ、ジョイ、はめられたって。今のさ、二人の縁だけ消して編集しようよ。ジョイまずいって。コーンバターエンジョイ。さっきの屈伸してるも倒した敵に屈伸してる。てるよ。終わってるやん。おもろいな。すごいよ、もう編集すげえ大変だぞ。右でもいるかも。120パス、パス、パス、うわーそっち強っ。右角、右角やったけど、ごめん死ぬわ。こっちもやった。